はいどうも、エスペロ TV のゆうきです。今回はですね、ちょっと、お伝えしなければいけないことというか、お伝えしたいことがございます。はい。で、ちょっとその前にですね、概要欄にも、書いてはいるんですが、エスペロ TV の、コメント欄についての、注意事項として、誹謗中傷等の、コメントがあった場合にはですね、僕らの方で判断して YouTube 側に報告するという形を取らせていただきますので、コメントを記入する際にはですね、十分に注意して考えて、コメントを書いていただければ嬉しいなと思います。はい。で、今回の本題なんですけど、なぜエスペロ TV にですね、ヒロが出なくなったのかというところですね。本当、今年に入ってからもほとんど僕一人が映る、コンテンツが多かったと思うんですけど、その理由はですね、ヒロが、協力隊になってこの飯舘村に関する内容のコンテンツを発信する際には、申請を出してくださいということを、言われまして、そういうことをこう言われたので、なかなかこの飯舘村についての発信とか、あとはそうですね、ヒロ自身その出れないような、か気軽に出れないような、そういった、状況になっているという形です。今後も今制作中のドキュメンタリーのコンテンツがあるんですけど、それにはね、2人で映ってあります。完全にもう今後も出ないかっていうと、そういうわけではないんですが、基本的に僕一人で、今後も運営していくのかなと思っています。でね、もちろんちょこっと映ったり、カメラマンお願いしたら、もちろん声は入ったりしますし、そういった面でちょこっとは出るとは思います。ですが、基本的に、このエスペロ TV に関しましては、僕一人の、僕一人で運営するといった、形になりますので、ご理解いただければと思います。はい。で、そしてですね、あと、先日、コメント欄の方にですね、飯舘村の現状、現実を知りたい、くて登録しました、でも登録やめますっていうコメントが来たのですが、きっとね、メディアとか見てくださった方だと思うんですけど、基本的にエスペロ TV として、この飯舘村について何か発信するってことは、できないというか、このエスペロ TV ではそういったことは発信は、控えていきたいなと思ってはいますので、あんまりもしやるとしても別のチャンネルを作って、もうそれ専用のではなると思うんですけど、現状ちょっとそれが難しい状況なので、その辺もご理解いただければなと思います。はい。本当に映像だけでは伝わらない、空気感とか雰囲気とか、人柄だったり、そういったものがどの地域にしてもどの国にしても、必ずあると思うので、本当ね、もし知りたい興味があるという方はですね、一度来てみるというのも選択肢の一つかなと、思います。はい。はい。今回はですね、なぜヒロがエスペロ TV に出なくなったのか、その理由を、お話しさせていただきました。今後もですね、エスペロ TV 自体は僕一人、たまにヒロも含めて、ちょっとずつ、活動していきますので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。今回は
これで以上になります。ありがとうございました。